2008年ワールドカップ平子祐希は、北海道音吹町出身の日本の男子、スピードスケート選手。白樺学園高等学校を経て、明治大学1年時に2002年、ソルトレークシティオリンピック5000メートルに出場。結果は17位に終わった。在学中全日本スピードスケート距離別選手権、大会5000メートルで連覇。 2003年アジア冬季競技大会1万メートルで金メダルを獲得した。大学卒業後は2006年から帯広市の会西病院に勤務。全日本スピードスケート選手権大会で3連覇を果たす。2007年アジア冬季競技大会5000メートル金メダル。2009年は世界距離別選手権1万メートル9位アジア選手権総合2位となる。 2010年バンクーバーオリンピックでは5000メートル19位、1万メートル11位、チームパシュート8位。2011年アジア冬季競技大会では、マススタート銀メダル、5000メートルと1万メートルで、共に銅メダルを獲得した。2012年に第一戦を退き、帯広市の消防職員に転身した。2013年3月現在の日本記録、スケート、 スピード男子、平子祐希が今季限りで、第一戦指持続毎日 JP2012 年3月29日、ありがとうございます。